everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. Today, I'm gonna show you how different when you choose the yarn and crochet needle. こんにちは、皆さん、スザンナです。今日はクロシェットニードルのサイズの選び方の違いについて、お案内したいと思います。今日はこの同じグラニースクエアですね。同じグラニースクエア、同じ毛糸で違うサイズのかぎ針で編んでみた場合のサイズの違いを、今表してるんですけど、白白で見にくいかなということで、Maybe the background is wider and white and the sled is also white, so maybe you cannot see clearly, but okay. Alright, just do that. Hold on. Okay, this is a recommended crochet needle size. クロシェットニードルのサイズの推奨4から6の間なので 5を使って編んだらこのサイズですね。このサイズになりました。そしてもう1サイズアップですね。これが4mm、これが 3mm and 4mm サイズ7、サイズ7ですね。でこちらがサイズ8、5mm で編んだ場合ですね。で、大体直径の違いが、これで私が編むとですよ、私が編むとこれが直径12センチで、こちらだと直径14センチで、直径が15センチぐらいですね。15から16ぐらいですね。になるという感じで、で硬さももうふわふわ、ちょっと固め、割と硬くしっかりっていうサイズになってます。なのでどの針を選ぶかっていうのも好みではあると思うんですけれども、どういう用途で使うかによってもサイズを変えて仕上がりの具合を選んでいただけるといいんではないかなと思いますね。はい、ということでした。 So this is a very easy tips. See you next time. Bye-bye.